今日もね、一日お疲れ様でしたということでね、ちょっと喋っていこうかなと思うんですけども、今回もね、絵を描いてる動画を背景にね、喋っていきたいなと。作業用として聞いてもらうのもいいですし、どんな風に描いているのかね、何を描いているのかをね、見てもらえたらいいですし、いろんなね、見方があると思うんですけれども、ぜひね、気軽に聞いてってもらえたらなと思います。まあ、YouTube ね、再開してまだまだちょっと喋り慣れてないというか、で毎回台本を作ってないので何を話そうか考えながらこうやって喋ってるんですけれども、やっぱり詰まってしまったりとか、なんか同じ話繰り返したり、なんか全然関係ない方向性に喋りに行ったりとかしちゃうかもしれないんですけれども、もうそこら辺ももう気軽に話すから気軽に聞いてという感じでね、相思相愛でやっていけたらなと思います。まあ、今回ね、何を話そうか決めたんですけど、ちょっと車いいですよっていう話をねしたいんだけど、皆さんどうですか、車。まず免許を持ってるか持ってないかもそうですし、家に車があるか、例えばお父さんお母さんが乗ってるとか、まあ、自分自身が買って乗ってるとか、家に車があるないもそうですし、見る方ですよね。その例えば映画とかアニメ漫画とかで、わ、この車かっこいいな、この車好きだなとか、どれくらいね、こう興味がありますかね。いろんな車の、なんだろう、興味の方向性ってあると思うんだけど、僕はね、完全にスポーツカーが好きなんですよ。 SUV とかミニバンとか軽自動車とか、まあまあ別に嫌いじゃないですよ、もちろん。そんな、なんつうの、スポーツカー以外は車じゃないとか、そういう偏った感情とかないですけど、スポーツカーが好きなんですよ。かっこいいなという、まあザ男の子って感じですよねまあ普通皆さんね、まあ普通っていうのもあれですけど、こう保育園とか幼稚園とか、小学校に上がってとかで、こう街中に走ってるかっこいいスポーツカーとかを見て、あの車かっこいいな、いつか乗れるようになりたいなとかって思ったりすると思うんですけど、その時期がやっと来ましたね、私にも。はい、車ブーブー大好き期間みたいなのがね、やっと私にも来たんですけど、23歳か、あ、もう最近自分の年も忘れちゃったんですけど、22歳の後半くらいにね、やっと芽生えたという感じなんですけど、今23になったんですけど、まあ、それ時はまあ去年の5月くらいですかね、2023年の5月6月くらいですかね、にこう友達の影響で車大好きになったんですけど、最初はワイルドスピード、わかります、映画の、こう外国の方たちがかっこいい車に乗っててんやわんやするっていう映画なんですけども、それをね、かっこいいよね、面白いよねっていう話になって、そういえばちゃんと見たことなかったなと思って、改めて見ようと思って見返したんですよ、1から。あれね、10作くらい出てるんですよ。もう11作目とかですかね。でそれ1から見直したら、もうすげえハマっちゃって、うわかっけえなって。でそれでやっぱり車好きじゃない人の特徴、まあ、僕がね、去年まで車好きじゃなかったんで言いますと、違いがわからんと。車は車じゃんかと。4つタイヤがついてて走りゃ車じゃないかと言ってる人もいたんですけど、どっかの漫画で。それをまさに感じるわけですよ。いや、なんでもいいじゃんと。だからそこの違いを知ろうということで、まず主人公が何乗ってんのかなっていうところから調べ出したんですよ。で、主人公が、ああ、こんな車乗ってるんだって。一人はダッジチャージャーとか、そういうザ・アメ車みたいなのに乗ってて、一人は GTR とか、日本の誇るかっこいい車に乗ってたりとか、スープラーとか、ランサーエボリューションとか、今呪文唱えてるわけじゃないですからね、その車の車種名を言ってるんですけど、まあそういう感じ、一個一個ね、調べるようになったんですよ。その、比べてみるというか、これとこれの違い何なんだろうみたいな感じで細かいところから見てたんです。そしたらだんだんと違いも分かってきて、見分けもつくようになってきて、
より詳しくなりたいなということでいろいろ勉強してるっていう最中なんですけど、皆さんどうですかね、その映画とか漫画とかで車かっこいいなってふと思ったりします？まあ、ぜひ、ね、皆さんが好きな車のタイプ、その、まあ、タイプって言ってもまあ興味ない方からしたら、ね、何を言ってんだって感じかもしれないですけど、例えば4つドアがあってトランクがついててっていう、まあ、いわゆるセダンというタイプが好きですよとか、ちょっとこう車高が高くてタイヤでっかくて、なんだろう、ファミリーがいっぱい乗れそうな感じの SUV が好きですよとか、もう車高ペタペタ低くてドアが2枚で2人ギリ4人乗れるみたいなクーペが好きだったり、屋根がついてないオープン感が好きだったり、どういうのがね皆さん好きですかね。僕はそれで言うとクーペっていうのが好きなんですよ。スポーツカーっていうのはまあ大体がクーペですね。全部がそうってわけじゃないんだけど、クーペのね車が好きになったんですよ。まあそれが6月くらいで、そっからそのゲームにもハマって、よくゲームセンターにあるじゃないですか、こう100円入れて運転席みたいなところに座ってこうハンドルをガンジャンガンジャン回す機械あるじゃないですか、あれにハマって秋葉原に通い詰めて友達と対戦したり一人でプレイしたりっていうので、なんだろう、まあ疑似体験ですよね、そのスポーツカーを運転するっていうのを疑似体験をちょっとするようになって、あ、運転ってちょっと楽しいかもなみたいな。今までね僕免許をね取って、まあそれでも週に2回は運転しないなっていう感じだから、月に 3,4 回しか運転しない、しかも買い物でいやいやめんどくさいなって思いながら運転するタイプだったんですけど、あ、ちょっと運転いいかもなみたいになってきて、ちょっとずつちょっとずつその車っていうものにこう歩み寄ってったみたいな感じだったんですよ。で、ある日突然ねちょっと運命の出会いをしまして、それがね今僕が乗っているスバルというメーカーの BRZ という車なんですけれども、まあ、写真でもしかしたら出せそうだったら出すんですけど、まあ、出せそうというか、まあ、出すんだけど絶対に出してるんだけど、かっこいいでしょ。あの BRZ って車に出会って、これなんでかっていうと、皆さんそのスポーツカーの価値、お金、値段いくらくらいだと思いますっていう話なんですよ。ちなみに僕はね、あのマジですよ、マジで1000万くらいすると思ってました、スポーツカーって。だからそのもう金持ちの趣味みたいな、金を有り余ってる人たちがこう無理くり買うみたいな、税金対策とかで買うみたいなイメージだったんですよ、スポーツカー。まあ実際そういう車もあると思うんですけど、そういう外車とかね、まあ日本車でもありますけど、もう買えるわけないと思ってたんですよね、そのスポーツカーとかって。夢の話、その一般の20代男性が買うなんてことは無理だと思って生活してたんですよ。でさっきも言ったように、その一個一個車種を調べていくと、どうやらそのめちゃくちゃ高い車、スポーツカーもあれば、結構手頃な値段で買えるスポーツカーもあるぞと、そういう違いにも気づいてきたんですよ、その一台一台見ていくと。でより詰めて見ていくと、あれ意外と100万円とかで買えるスポーツカーってあるんだってなってたんですよ。でそのとある YouTuber、 僕が好きな YouTuber がいるんですけど、その YouTuber が車を買いましたっていう動画を上げてて、でその動画を見てみたら、そのスバルの BRZ を買いましたっていう動画で、スバル BRZ 初めて聞く車だなって、いくらくらいなんだろうって思って、かっこいいなと思って調べてみたら、意外と結構、まあ、平均で言うと120から170くらい、まあもっとその何ていうんですか、綺麗な状態とか、あんまりこう年数経ってないとかってなると、もちろん200万とか200何十万っていうのもありますけど、普通に乗られてた中古車だと100万ちょいとかで買えるぞと、あれ頑張れば買えるくねってなったんですよもちろん余裕では買えないですよ、僕そんなお金持ってないんで。余裕ではないですけど、借金すればローン組めば買えるくねってなったんですよ。で、まあいざローン組んで
かったって感じですね。まあそれもね、またどっかでこう詳しく、よりなんだろう、時系列順にまとめて話したりとかしたいなとか思うんですけど、まあ単純に僕がなんで車好きになったかっていう経緯なんでね、今日の話はこんな感じでまとめたいなって感じですけども、そうなんですよ。だから例えばね、今皆さんこう聞いてくれてる中で、車ってかっこいいって思ったことあるけど違いよくわかんねえしなとか、かっこいいけど高くて買えるわけない商品だなとか、もし思ってる方がいたら、意外とそんなことないこともあるよっていう、まあ中には高いのもありますよ。僕一番最初に好きになった車がマツダの RX7 FD3S っていう車なんですけど、イニシャル D の高橋圭介がね乗ってた、もうあの黄色い FD ですよ。あれを見て、かっこいいな、スポーツカーってかっこいいなって思ったんですよ。一応価格相場調べてみたら、まあ軽く400、500弱行く車なんで、それはもう即閉じましたけども買えねえ、買えるわけねえって、買うのを諦めて、今のね BRZ 2代目に欲しいと思った車 BRZ にね出会ったんですけど、いや本当かっこいいですよ。本当こう、なんだろう、所有欲というか、いい車に乗ってるぞっていう気持ちにねさせてくれる車。まあ僕ね、その東京都のとある場所に住んでますけど、ぶっちゃけにいらないです車なんてもんは電車で行けないとこなんてないです。むしろ電車の方が安いし、便利だし、いいんですけどいいんですけど買ったっていう話です。なので皆さんもそういう、なんだろうな、その車ってこう便利とかだけじゃなくて、こうかっこいいとか、そうロマンが詰まった一つのこう趣味ですよということで、ぜひ一度ね興味を持ってもらえたらなと思います。まあ今日はこんな感じですかね。また明日も頑張りましょう。お疲れ様でした。